おいのび太、野球しようぜ。お前ポールな。ということで、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、ジャイアンです。さあ本日なんですが、私は思ったんですよ。まあ最近強いモンスターが多いじゃないですか。あの環境にね、あの相手に出されてめっちゃ強いモンスターがあのめっちゃ多いと。強いモンスターが多いんだったらもうパクればよくないって思ったんですよね。相手に強いモンスター出してもらってパクればよくないということで、今回ですね、テーマ、あのお前のものは俺のものということで、相手のモンスターをひたすらパクっていくという、まあ、それで一曲組んできました。パクリギミックはですね、まあ、有名なやつはまあ、精神操作であるとか、まあ、サムネにもなってると思うんですけども、精神操作であるとか、あとまあ賛成の際とか、超融合みたいなモンスターで相手のモンスターパクって融合したり、まあ、相手のモンスターのコントロールを得るっていうカードが、まあ、結構有名ですよね。まあ、あとはエネコンですね。まあ、エネコンはちょっと正直なんかその ネタで入れましたけども、これの、まあ、コントロールダッシュカードは、まあ、主に使っていきたいんですけども、現代遊戯王にはですね、相手のモンスターと超融合できるまずモンスターがいるんですね。これ前回アルバスの楽園の動画でやりましたけど、まずアルバスの楽園です。これは相手のモンスターと融合することができる最強モンスターで、さらにもう一種類すげえやべえやつがいて、まあ、それがこのね、スピードロイド悪魔くねってやつなんですよ。これスピードロイドモンスターの中7なんですけども、これねちょっと特殊な効果持ってて、このカードが自分のメインフェーズに召喚特殊感成功すると、相手のフィールドの表側表示モンスターと自分でシンクロ召喚できるっていう、相手をパクってシンクロできるんですよ。だから超シンクロです。だから超融合のモンスターと、まあ、生きる超融合と生きる超シンクロがいると。まあ、生きる超シンクロだなって感じだけど、この、相手のモンスターパクってシンクロと、相手のモンスターパクって融合と、あと相手のモンスターパクるカードをめっちゃ使って、相手の場面をひたすらパクり続けるっていう、まあ、そういう、まあ、今回はデッキです。で、一応、まあ、誘発が積んでないんで、今回のデッキね。なので、相手のモンスターを無力化する必要があるんですよ、一応。パクるとは言ってもね。なので、まあ、怪獣がいっぱい入ってます。怪獣と、あとあれ、これ、怪獣の眠りがいっぱい入ってまして、まあ、これで、相手のモンスターのレベルを操作して、例えば、サンダーザ・キングを相手のフィールドに送りつけて、悪魔グレしたら、シンクロ召喚でバロネスが出たりとか、あと、相手のモンスターフィールド上にラディアンを出して、超融合すれば、なんかその、バスタードが出たりとか、まあ、そういうね、まあ、いろんなギミックが、まあ、ぶち込まれてますんで、早速ね、相手のモンスター全部パクって、ワンキルをしていこうと思ってます。行きましょう。出る。スタンバイ。おい、のび太。野球しようぜ。お前、ボールな。ということで、本日はジャイアンデッキを組んできました。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものということで、相手の全てのモンスターをパクっていきたいというふうに考えております。まあちょっと、超融合とか、精神操作とか、そっち系のね、カードが来てないですが、まあとりあえず怪獣と悪魔船がいるので、まあ相手のモンスターパクってシンクロすること、まあ相手のモンスターというか、自分のモンスターを送りつけて、シンクロしてから、なんか、相手のモンスターと言っていいのがどうなのか微妙ですけどね。さあ、運命の旅路の方によって、グリフォンライダーをサーチしていくだろう。まあ、なかなか強そうな展開じゃないか。妨害モンスターをね、怪獣でしょって、行こうかなというふうに思っているんですが、それとりあえずグリフォンライダー OK。まあ、一応ですね、このエクレシア君で、触りに行けるんで、相手のモンスターを。なので、まあ、その辺はなんとかなるかなといったところ。さあ、旅路の方によってドラゴバックを装備していく。OK。で、龍炎の効果、墓地に限定速モンスターを送ると、自身を特殊召喚できて、で、トークンが生まれる。バロネスグリフォンライダーですからね。はい。ドラゴバックで戦闘破壊耐性があるトークンという感じですね。まあ、二妨害ですね、これ。まあ、二妨害程度であれば、まあ、余裕で、超えていけるっていうところをちょっと皆さんにもお見せしたいなというふうに思っておりますが、さあとりあえず龍炎のこの方で戦略バーンが食らっていくだろう。このジャイアンツゴードたけし様にその戦略バーンを食らいやがって絶対に許さねえ。俺のターン、ドロー、サンダーキング、 OK。 まずサンダーザキング出すこと確定してるんだが、どっちの方がいいかな。グリフォンライダーは毎回戻ってくるけど、グリフォンライダーの方がめんどくせえか。グリフォンライダーリリースだな。君どっか行ってくれ。はい。オッケー。で、多分これ妨げられた怪獣の眠り打ったら多分相手止めてくれるんですよね。バロネスで。さすがに。これ全部っぱされるんで、これ多分絶対止めてくるでしょ、これ。で、妨げられた怪獣の眠りを打って、で、バロネスで無効にせざるを得ないと思う。おそらく。はい。で、バロネスで無効にするしかない。で、これで相手の僕がなくなりました。で、あとは自分の、動きを押し付けていくだけなんで、まずは、エクレシアちゃんを出していく。はい。そして、エクレシアちゃんと、さらに、悪魔船召喚もできる、サンダーザキングも召喚できる。これ、ワンキル取れそうだな。
と、ただ白のステージをエクレシアちゃんの効果発動する。エクレシアちゃんの効果によって自身をリリースするとなんかようわからん男が出てくる。性転換して性転換してアリバスで効果発動によって、手札を打ち包丁クリー。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの、お前と俺で超融合あなたと私で超融合。うおー、怪人竜バスタードを融合召喚。そしてスピードロイド、あ、で打点が上がります。でスピードロイド悪魔金を召喚、効果発動。相手のフィールドのモンスターと一緒にシンクロ召喚できる。お前のものは俺のもの、俺のものも俺のもの。おい伸びた、お前弱いな、ワンキルすると。クルルとバランスの効果発動、相手のフィールドのカードを破壊する。バゴーンついよこのデッキ最強か。おい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 、何が勇者総研だよバカがよ、おとときやがれってんだよ。あー悪くないんじゃない、悪くないじゃん。やっぱね、サンダーザキングとね、スピードロイド悪魔グレのコンボめっちゃ強いねこれめっちゃ強いね、このコンボは。はい、まあ、精神操作とかフィジョンデスティンが一回相手の妨害踏みに行くカードなんですけども、基本的にはね、まあ、このバロネスがね出るコンボがねもう最強すぎる。で増援の効果で、あーでもねちょっとねやばいのは、一応そのヒロイックチャンピオンが出てきちゃうと、あのロンゴミアント、ロンゴミアントっていうなんかすごいやばいやつがいるんですよ。特殊召喚されていけないみたいな、その怪獣さえも出せないみたいなやつがいて、そいつがちょっと出てくるとさすがに厳しいといったところで、ブリガンラインとアルミラージで、あれこれアナコンドじゃん、あダグザか、なるほどダグザね、はい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 、これデスサイズ系の動きかな。あ、フュージョンデスティニー、オッケー。でフュージョンデスティニーを発動して、ダグザでデスサイズセットまでいくのか。いやデスサイズちょっと飛ばされるとめんどくさいな、デスサイズを飛ばされるとちょっとめんどくさいので、無限抱擁とか一滴入ってたっけな、一滴入ってないな、無限抱擁系のカードがないとちょっと厳しいですねこれ。はい、でデスフェに飛んでくる、いやこれなかなか厳しいぞ。デスサイズ破壊されるとエクストラからモンスターが出せなくなって非常に厳しい展開が待っている気がする。だな、とりあえずドローする。あー微妙だな、あでもオッケー、なんかしら猶予与えられた、ラッキーラッキー。おい、これでデスサイズ破壊されないオッケー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 。先こっちだな、先こっち行くしかねえ。で悪魔グネ効果発動、悪魔グネからのサンダーザキングを吸収して新居紹介したい。フォックブレード、オッケー、まあ、フォックブレードはですね、もうすぐ向こうにするんだけど、悪魔グネさんは棒出しになってしまうと、これが辛いですね。無限抱擁とかそっち系のカードはね、ちょっとねこのカードがねこうなっちゃうから微妙なんだけども、まあ、一応そういう場合はこの精神装置でパクってから穴込んだりするっていう動きができますし、一旦ここは怪獣かな、いやこれ普通に出して殴りに行ったらいいかこれ。殴って、まあ、大したことないと読んだ。まあちょっと、怪獣は取っておきましょうか。一旦ね、で、フュージョンデスティニー打って、で、まあ悪魔がね、棒出しになるが、変えといた方がいいか。変えといて、分かったわ。これ、トロイミア、トロイミアじゃね、トロイミア説あるな。で、デスサイズ以外のところ割ればいいから、こうするだろう。出た。あ、でもトロイミア入ってねえわ。トロイミア入ってねえからアナコンダする。でアナコンダする。でフュージョンデスティニーを打ちに行くか。一応そっちの方が あれだな、手札コストが稼げるからこっちの方がいいな。でフュージョンデスティニー打つ。でこれで無効にされるとちょっと厳しいが、なれない、オッケー。でデスフェに出していく、オッケー、はい、オッケー。で打点が下がるからこれ戦闘で突破できる、オッケー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 。でバトル行こう。さあお前のサンダーズキングは勝者してもらうぜ。お前のモンスターは俺のものができなかったか、まあしょうがねえ、これはちょっと反動的にしょうがねえ。でアナコンディングぶち込んでいく、オッケー。でデスフェにぶん殴っていく、オッケー。でデスフェに効果発動、デスフェに効果で、デスサイズはどこですか。デスサイズセットしたのはそこだ、オッケー。ってことは、左側っていい。
で、デストルフェニックスが、ね、効果発動。デストルフェニックスが、ね、効果によってフィールドのカードを1枚ずつ選んで破壊する。OK。で、ベルトアナコンダと相手のフィールドのカードを破壊していく。マッサス OK。よし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 。OK。で、デスサイズが破壊されて、デスサイズが出てくるが、まあ、これはあんまり関係がない。今破壊されてもあんま関係ないですから。はい。デスサイズの効果でエクストラデッキからモンスター特殊ができないという効果があるが、それはあんまり関係がない。で、あとは、ま、ここで、幻影系の展開をケアしていけばいいから。いや、割とね、なんか使って、なんかすごいネタの感じで作ったんですよ、このデッキ。だから意外と強いです。まあ、フィジョンデスティニーとかね、あの、怪獣が入ってるから、まあ、あの、全然相手の、あの、盤面を突破し、あ、それ2枚ドローあんのか。強えな。その2枚ドローは強えな。あー、なるほどな。なるほどな。なるほどな。アラメシアのギシャンね。オッケー。あら、アラメシアのギ発動はまあ、でも無効にするかとはないからしょうがないよ、これね。運命の旅路を止めてしまった方がいいかな。運命の旅路止めてしまって、そうですね、運命の旅路止めるのが一番強いですよ。装備もされないしな。多分、旅路、発動に支援すればいい、これは。とりあえず、旅路効果発動には、チェーンして、デストルフェニックスが打って、でデスフェに破壊しちゃっていいか、破壊穴は裏目ではあるが、裏目ではあるが、まあ言うてだな。デストルフェニックス外破壊し、相手の旅路を破壊することによって、相手は、これで展開が止まるであろう。で、デスフェに効果発動する。で、蘇ってくる効果は何かあるか、何もない。エンド、弱っ。お前のモンスターパクるまでもねえわ。何が出せんだこれ。なんか何かは出せるぞ。何らかのモンスターは出せるぞ。何らかのモンスター出せるぞ。え、これ何が出んの。あ、光だからあれか。あのドラゴンだな。ドラゴンは微妙だよな。ちょっとさすがにドラゴン微妙だな。一応あの伏せカード割りに行くか。はい、でこうしてだな。で、2枚ドローして考えましょう。で何らかの、モンスターを引きに行くのが理想なんですけども、いい感じのモンスター、あ、裏だね。オッケー、そういうことか。オッケー、了解した。でだ、あ、2枚ドローは入らなかったが、あの伏せカードを割って1枚から動けないだろう、さすがに。なんか普通に遊戯王してんな。普通に遊戯王してんな、なんか謎に。で、デスウェイでぶん殴っていく。で、サンダーザキングをぶん殴るときにデスウェイの効果発動する。で、相手のカード破壊して、はい。フュージョンデスティニー、お互いにめっちゃブラフしてたってことね。はいはい、了解しました。エンドフェイズへ。いや、さすがに厳しいだろ。1枚から返せんだろ。そんな簡単には。3300を突破しつつ、デスペニを超えていけることはできんはずや。まあ、幻影結構、おろまい強え。いや、幻影結構ね、生命力高いからね、墓地から蘇ってくるから結構いけるっちゃいけるんだけど、あ、でも今、幻影ないね、墓地に。ってことは、幻影が、サイレントブーツ持ってきたところで別に何もできないし、アルミラージュもいってるし、いや、これ何もいけないと思う、多分。いける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 、さすがにいける。さすがにいける。で、ファントムナイツカードを、手札に変えるのは別にいいよ。で、フォックブレードはいいよ。で、フォックブレード墓地になるけど、墓地から蘇生できる幻影がいなくて、で、フォックブレードセットするしかないが、まあ、それを当たり前にデストロイフェニックス外で破壊していく。で、デスフェニと、もう見えてればデスフェニでいいね。デスフェニと、はい、オーケー。なんか普通にこのデッキ強いぞ。ああ、悪くないじゃない。これやっぱちょっとヘッドジャッジング微妙ですね。あの、ヘッドジャッジングとかいうカードを入れてる暇ないかもしれない、マジで。そうね、結局高校でまくっていくデッキ、先行やることないんですよ、ほとんど。先行やることないんで、相手のモンスターありきのデッキなんでね。なんで、ヘッドジャッジングちょっとさすがにやりすぎかな。トラップカードいらないんだよな。あの、高校まくりデッキだからな。あんまりな。無限放送とかね。あの、そっち系だったらいるけど。まあ、それはちょっとなんかネットリカードじゃないんだけど、ヘッドジャッジングはちょっと相性悪い気がしてきたな。で、なんかようわからんけど、おい、ふざけんなお前。俺のデッキをカンニングするんじゃねえ。ヘッドジャッジングいらなくね。
ヘッドジャッジングマジいらねえから、これ捨てられるコストしかならねえ。こっち、これは抜こう。これなんかちょっともうちょっと相性がいいカードありそう。やべえ、なんか黄金色の竹光とかいうやばすぎるカードがサーチしてるぞ。やばいぞ。サモンプリスト。何？サモンプリストの効果、魔法カードを墓地に送って、何らかのレベル4モンスターいたら特殊召喚できる。え？ファンカスじゃん。ファンカスくん来た。ファンカスくんこれ何した？え？ブラックエクスキューショナー？何？あ、やばい。え？待って、ブラックエクスキューショナーってなんだっけ？ブラックマジシャン、あ、1000バーン与えるやつか。通常魔法発動したら1000バーンするやつね。あ、やばい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 。やばいかもしれない。やばいやばい。待って、あ、やばいぞこれは。これでほっとくと、これマジでこれなんか8枚くらい通常魔法使ったら死ぬぞ俺。待ってくれ、お前っていうかそもそもブラックエクスキューションじゃねえじゃん。ふざけんな、なんか絵柄なんかえれえ簡易的だぞ。おいお前、名前詐欺してんじゃねえぞお前。おい、まあ、全然ブラックエクスキューションじゃねえじゃねえか、ふざけんな。やばい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 って、ツーンの僕じゃやばい。待ってくれ、おい、センバーはでかすぎる。これ待ってくれ、目次ワールドしたら終わりか。待ってくれ、トゥーンの目次で1000番やばすぎるぞこれは。お前全然ちげえじゃん、イラスト。ふざけんなよおい、名前詐欺してんじゃねえぞおい。お前